作成者は不明、配布先も不明でございます。配布先も不明、作成者も不明、作成者不明、配布先不明。聞いてないことをベラベラと答えるのやめてください。2023年3月13日、参議院予算委員会、立憲民主党の福山哲郎議員が高市大臣の捏造発言を追及するも完全論破され、顔真っ赤で発狂してました。総務省のいわゆる文書が出てきた問題でございますけれども、今朝ですが、高市元農総務大臣が、捏造と言われた4つの文書のうちの、いわゆる2月13日の大臣レクの文書ですね、これ、われわれは日付も、それから記録者も、そしてお互いの会話のやり取りも、非常に詳しく、精緻に残っている文書でございますから、これが捏造とは到底思えないと思っておりましたら、どうも総務省がですね、大臣レクがあったやにしれないと、あったかもしれないというお話が、今朝飛び込んでまいりました。総務省、この大臣レクがあった、実際にあったかどうか、今の現状について、事務方、答えていただければ。小笠原雄一総務省情報流通行政局長。ご指摘の高市大臣レク結果の文書につきましては、作成者によりますと、約8年前でもあり、記憶は定かではないが、日頃、確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたのではないかと認識しているということでありました。一方、当該文書に記載されました、同席者の間では、作成者と同様の記憶を記憶するもので、同時期は予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し、放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、このレクの日付、内容まで覚えてないとするものがあり、必ずしも一致していない部分がございます。以上を勘案しますと、2月13日に放送関係の大臣レクがあった可能性があると考えられます。なお、作成者及び同席者のいずれも、この時期に放送部局から高市大臣に対して、放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示すものはございませんでした。また、この文章に記載されている内容については、発信者等の確認を取らないまま作成されたものであることを、約8年前のことであり、作成者及び同席者のいずれも、個々の内容まで覚えてないとしていることから、総務省としてこの文書に記載されている内容が正確か否かを現時点でお答えすることは困難であるというふうに考えております。これは大臣レクがあったということは、この紙の大臣レクがあったのか、別のテーマの大臣レクだったとしたら、別のテーマの大臣レクの文書が残っているはずですね。その文書は残っていますか。今現在、そうした文書について、私どもが承知しているところはございません。福山哲郎君。存在してないんですね。2月の13日、レクがあった、やに思う。しかし、この文書以外は存在してない、大臣レクがあって、この文書はあったということじゃないですか。そして、まさに語るに落ちるですが、今の方は、日頃確実な仕事を心がけているので、文書が残っているのであれば、大臣レクは行われたかもしれないと言われているんです。その通りなんです。文書が残ってるんです。っていうことは、実際にあったということなんです。そしたらこの紙、捏造じゃないですね、高市大臣。紙に書かれてあることが不正確であることは改めて申し上げます。そして、2月13日に、これでしたら、情報流通行政局、ここのレクがあったかないかと、いうことでございますが、これまでも国会でお答えいたしておりますとおり、その時期というのはですね、ちょうど3月末までに、総務省は、地方自治法、地方交付税法、そして NHK 予算も大臣意見を付してお認めいただかなければなりません。ですから、もう委員会に私が入ってない、少しの隙間を縫ってもたくさんのレクがございました。連日のように、自治財政局、自治税務局、またNHK 予算関連でしたら情報流通行政局の方が参っておりました。だから何月何日の何時にどのレクがあったかということについては、これは確認の取りようがございませんが、しかし、この紙に書かれてある内容は、自信を持って改めて否定をさせていただきます。この政治的公平について、レクがあったと書かれてある部分、それからこれは磯崎補佐官からの伝言などについて話をしたという部分、磯崎補佐官、当時の補佐官がですね、この放送法に興味をお持ちだったとか、それから総務省の情報流通行政局と何度もやり取りをしていたのではないかということは、3月1日に小西私、議員が多くのマスコミの方に資料を配られた、そこで私は初めてそういうこともあったのかなということが分かりましたので、補佐官からの伝言を私に伝えたということもございません。この紙、お示しいただいてます紙にですね、私が言うはずもないことがたくさん書かれております。そもそもテレビ朝日に公平な番組なんてあるとか書いてありますけれども、いえ、正確性について話をさせてください。私は、恥ずかしながら報道番組、ニュース番組というのを見るのは、自分が朝食をとるとき、夕食をとるとき、その時間帯のものは見てますが、報道番組の見比べはしておりません。しかもテレビ朝日をディスるはずもございません。恥ずかしながら、羽鳥アナウンサーの大ファンでございますので、朝8時から8時5分までの間は羽鳥さんの顔を一目見て出かけるぐらいでございます。それから関西の番組についても見ておりません。関西の番組についても聞かれたから答えております。関西の番組についても見てはおりません。この時期、関西に帰ってその番組を見る余裕はございませんでしたし、当時、大阪の方から聞いていたのは、他局ですね、他の民放局も、維新の方々、知事や、市長がよくお出になるという話は聞いておりましたが、それは職務上、出ておられることですから、問題はないんではないかということで、そういったお話も相手にしておりませんでした。そういう民放相手に徹底抗戦するかと、書いてありますけれども、これもおかしゅうございます。できるだけ簡潔に願います。いや、今までこの委員会は片道で、委員会が長くならないように、私は言いたいことがあっても答弁を我慢してまいりました。ですから、ここは言わせてください。民放相手に徹底抗戦するかというのも変な話で、放送法4条は NHK にもかかりますから、このような言い方は申し上げません。また、官邸には総務大臣は準備をしておきますと伝えてくださいと言いますが、私は官邸というような言い方はしません。官邸だったら総理なのか、官房長官なのか、副長官なのか、きちっと相手の名前を申し上げます。この時期にですね、放送法の解釈ですとか、政治的公平について、私がお話をしたという事実が一切ないことを自信を持って申し上げます。福山哲郎君。大臣の自信なんて聞いてません。それから、記憶がないと言いながら、なんでそんなに自分の細かいことは記憶があるんですか。ましてや、自分の言葉で言ってるだけで、何にも証明ないですよ。つまり文章を正確に残すというのは、人間の記憶が曖昧だから、それぞれの官僚組織がどういうふうに意思決定をしていくかについて、ちゃんと細かくに残しておかないと、後の後輩や意思決定に関わるからといって、公文書は載せてるんです。今みたいな、私は言ったことはありませんとか、そんなこと、そんな、すいません、記憶が定かでないと言いながらいろいろ言われてもですね、それだったら、この文書の信憑性のが、正しいんじゃないかと思わざるを得ないと私は思います。だって実際に文書残ってないんでしょ、で、大臣レクはあったんでしょ、捏造じゃないじゃないですか。ですね、ご意見ですか。当時のね、総務大臣が捏造と言ってる限り、総務省は行政文書にかかわらず、これらはすべて正確ですと言えなくなってるんですよ。留保しなきゃいけなくなってるんですよ。森友加計学園も同じだったんですよ。安倍総理が森友学園に関わっていたら辞めると言ったことで、どれほどの官僚に迷惑が及んだのか。財務省の赤木さんは命まで落とされましたよ。佐川局長は改ざんの責任を負わされましたよ。そしてそれはね、官僚が正確に文書を作成していたからなんですよ。だって文書を公開したら、安倍総理、昭恵夫人との関わりが明確になる。あの時ね、土地の価格をどうしたんだとか、値段交渉とか、全部ね、きっちり残っていたから、逆に言うと改ざんせざるを得なかったんです。それぐらいこの国の公文書は、私は丁寧に正確に作られると思っていますよ。で、高市大臣が4文書、どうしても捏造だと言われてる。今日、レクがあって、これは存在するかもしれないと総務省が認めたにもかかわらず、捏造だと言っている。そこまで言ってるので、4文書については横に置いておきたいと思います。レクは先ほど総務省があったとも認めてくれました。内容は曖昧ですがあったと認めてくれました。文章に残っているのは唯一これだけです。それぞれの記憶が曖昧だとか、精査が必要だとかというのは8年前だから、皆さんそうでしょう。だけど文書に残っているのはこれだけです。こんな精緻なメモ、そうないと私は思います。で、これが大臣が捏造だとおっしゃるんだったら、要は安藤局長は全く高市大臣を当時、飛び越えて、全部外して、この礒崎さんとの交渉をして、そして解釈の変更、皆さん、変更体は補充的説明と言われてますけど、中身の文書を詰めたということになります。こんなの全く捏造するメリット、何にも官僚、総務官僚にはありません。だって、高市大臣に報告しますって言ってるのに、言わなかったら、後で官邸や補佐官に、総務省がどうなるか、どんなことになるか分からないからです。いいですか、こういった形で大臣の了解を取らないで、安藤局長が補佐官と解釈のやり取りの文章について修正等することっていうのは、行政手続き上、一般にはありえないと思いますが、官房長、どうですか。今川官房長。お答え申し上げます。一般論で申し上げますと、私ども行政を進めていく上で、政務三役の皆様によくご相談をして進めていくことが一般だと思っております。福山哲郎君。当たり前ですよ、そんなの。そんなの大臣外してこんなの進めたら大変なことになりますよ。ましてや昭和39年以来解釈を維持してきた放送法第4条の解釈というのは、まさに民主主義の要のような法案です。そして総務省にとっても非常に一丁目一番地です。それを現下が勝手に大臣に許可も得ないで進めるとなれば、もうありえないことです。で、これを大臣が説明し、聞いてないと、私は何も聞いてないというんだったら、それは大臣、あなた責任問題ですよ。あなたの管理責任ですよ。ましてあなた、2月の13日の大臣レクのこの紙も、あなた事実じゃないって言ってるんでしょ。自分の元官僚を自分が部下だった官僚の作った文書について、捏造だというのは、いささか穏やかじゃない、それはね、やっぱね、通じない、だってそしたらね、こんな文書を作らしたということは、あなたの総務大臣としての責任が生じるじゃないですか、そうでしょ、どうですか、あなた、だって何も説明も報告も聞いてないんでしょ。委員がお示しになった4文書を見ましてもですね、私が当事者で名前が入っておりますが、配布先から大臣室も抜けてます。4文書以外の話と言いましても、今、先生がおっしゃった話というのは、これは4文書に大いに関わる話でございます。ですから、当時、私は自分の名前が使われてても、内容を確認できない。で、大臣室のパソコンからは、情報流通行政局のフォルダは開けませんから、いかなる文書が保存されているかも分かりません。そして大臣レクの結果について、安藤局長からのデブリ模様、3月6日金曜日というものも、作成者は不明、そして3月6日の日付とは違う作成日のものでございました、そして配布先も不明でございます。そしてまた、その次、大臣と総理の電話会談の結果という文書。配布先も不明、作成者も不明、そういった内容でございます。そしてまた、山田総理補佐官からの連絡、作成者不明、配布先不明、分刻みの総理日程で、私との電話会談がもしあったのであれば、総理秘書官がですね、総理日程を知らないはずはございません。答弁は質疑者の趣旨を対し、簡潔かつ明瞭に行うようお願い申し上げます。そのつもりでございます。で、この文書についてですね、でも今、4文書に触れられたじゃないですか。福山委員、今、答弁中なんで、簡潔に願います。この最初の文書にかけてあなたはおっしゃいました、委員はおっしゃいました、だから説明をしております。で、私は5月11日に初めて担当課の案を見ました。で、担当課の案を初めて読んで疑問に思うところがあったので、担当課に対して大臣室を通じて、放送事業者の番組全体で考える論理的根拠、一つの番組で考えることの整理、行政府が行う会見についての整理について説明をし、そしていただき、そして資料をもらい、自ら論点を整理して、総務大臣として責任を持って答えさせていただきました。担当課からもらった当時の資料も保存しておりますので、委員長のお許しをいただきましたら、この委員会に提出をいたします。福山哲郎君。聞いてないことをべらべらと答えるのやめてください。高市大臣に丁寧に細かく答弁されると困るのでしょうか。4文書の捏造部分を指摘されると困るのでしょうか。精微な文書だというなら、それを根拠に論破すればいいんじゃないでしょうか。結局、官僚に捏造するメリットがない、行政文書は正確だとしか言えず、まともに反論できないので、一見共産党の負けです。また、ずるずる盛りかけみたいに何年もやるつもりでしょうか。うんざりです。